私ね、あと1週間で死んじゃうの。ロリータファッションに憧れてるけど、私にはとても無理。そうやって自分の夢を諦めている人、自分の余命があと1週間でも同じことが言えますか？この本の主人公はクラシカルロリータに憧れる、病気で余命があとたったの1週間しかない高校2年生の女の子。ではなく、その彼氏です。生きるということのきらめきを結晶のように描いた美しい作品です。これはよくある登場人物が描写する感動物語ではない、そう私は思っています。2024年映画化決定。これを機会にぜひ一度、この小説を読んでみてはいかがでしょうか。あなたもどうか後悔のないハピネスな人生を。